週も1週間せーのお疲れ様でした。今徐々に暖かくなってきたということで、うるつやいちご飴メイクやっていこうと思います。春ということでじわっとした温かみを意識して、いちごっぽい赤ピンクを主役にしたメイクでございます。今回は手に取りやすいプチプラビセ縛りでお送りいたします。新作もあるので必見です。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。さあ見てください、いちごみたいな配色のニット、そしていちごみたいな配色の角。ちょっとね、今期のビセの新作が私のためかなって思うぐらい、最近のね私のメイク悩みを全部解決してくれるようなまず優秀すぎるものが多いので、この春買うしかない。まずはこちらビセのトーンアップスキンデザイナーのシア、乳液のようなみずみずしいつけ心地でまるでスキンケア後のようなプルンとした肌に仕上がります。これ毛穴カバーパウダーが配合されているので毛穴の凹凸を整えてくれて、毛穴レスなね肌を叶えてくれるんですけど、もう光の反射率が高いグローアップオイルと微細なゴールドパールを配合しているので白浮きせずに肌に馴染んでくれる。乾燥肌ってベース選びめちゃくちゃ難しいんやけど、プチプラでさこの自然なツヤと毛穴もぼかせるっていうさ、この二刀流みたいな下地あったら最高だよねって思ってたら、まさかのビセから出たっていう。めっちゃ綺麗。テンション上がったらさ顔赤くなるっちゃけどさ、この赤みもカバーされてない？こっちだけ赤いのに。塗った肌と塗ってない肌めっちゃナチュラルに色ムラカバーされた。近づいたら結構違いわかるかも。スキンケアみたいなテクスチャーでなんやけど皮脂吸着パウダーも配合されてるので、テカリだったりベタつきのない肌っていうのが続くんですね。これから徐々に暖かくなってくるとやっぱテカリがね出やすかったりするんですけど、そういった時にもおすすめの、もう四季問わず使えるんじゃないかなってぐらいつけ心地が素晴らしく、もうスルスル伸びるから使ってて気持ちがいい。あれ私肌こんな滑らかだっけみたいな錯覚が起きちゃう。下地完成、これだけでよくない？続いてはビセのエクストラスキニーコンシーラーの01ライトベージュ使っていきます。これも新登場のコンシーラーなんですけど、見て微細なチップ、小さなシミとかニキビ跡とかもピンポイントにカバーできるようなコンシーラーなので、クマとかも気になる部分に点置きして指やブラシでぼかしてあげるともうその場所だけカバーされるので色ムラがね発生しないので使いやすい。さあこの辺もニキビ跡がたくさんあるので点置きしてぼかしていきます。なんかもう下地とコンシーラーだけで今日は良さそうな気がしてきた。コンシーラーでこっちのクマ隠したんですけどカバーされてない？結構ハイカバーなコンシーラーなんですけど薄膜で仕上がりもすっすごい自然なので魔法みたい。ピンポイントでぼかす。いつもメイク工程でアイシャドウした後にコンシーラーとかするんですけど、やっぱこういうコンシーラーチップが細かいとポイントメイクした後でもアイシャドウの邪魔もせんし、ほんと思い通りにカバーできるので超使いやすい。カラーもねいくつかあるので肌色だったりカバーしたい部位によって変えてみるのもいいかも。これでよくない？ベース。続いてがビセのグローバムファンデーションの00ピンクベージュ使っていきます。中はねこんな感じのバームタイプのファンデーションで、今日は下地とねコンシーラーだけでも十分だったんですが、このね生っぽさっていうのがやっぱ可愛いので、今日はメイクいちご飴じゃないですか。なので上からね飴でコーティングするようにベースを仕上げていきます。しっかりカバーしてくれるんですけど厚塗り感が出ないので2000円いかないのにねこの仕上がりっていうのは感動ですよ。ハンガー塗ってみました。ピンク味のある色合いなので肌の血色感もよく見えて温かみが出ていちごっぽさが演出できたんじゃないかなと思います。もうコンシーラーでいい感じに整ったんですけど、最後の全体の色ムラを整える感じで仕上げていきます。いちごいちご、今日は動画撮りながら絶対いちご食べたくなるやろうなと思ってひょっいちご用意しました。いただきます。もういちごっていうだけでもいちご食べたくなっちゃうので、甘っ。2日前ホワイトニング行ったけんさ2日間白いものしか食べれなくって、久しぶりに色のついた食べ物、うまっ。こちらシカママファミリーのビセのアイブロウペンシル S のブラウン使っていきます。これは私の家族ってぐらい毎日使うのでみんなも持ってる人多いんじゃないかな。今日の眉毛はちょっと太めにアーチ状に作っていきます。
もう何本リピしたかわかんないし、これに関しては多分全色持っとる。もう出会ってね2年ぐらい経つけど、まあ、結局ねペンシルはビセがいいって戻ってくるの。今日は珍しく眉頭の上に高さ出す。なんかデコがさめちゃくちゃ広いけん、眉毛ちょっと高さ上に出したら写真撮った時にめっちゃバランス取れることに気づいて、なのでおでこ広い方はちょっと眉毛に高さ出す、上に色を足すけど色味はナチュラルに仕上げると写真めちゃくちゃ盛れます。で、眉毛がうまく描けないって方いると思うんですけど、私も眉毛結構描くの苦手なので、光の当たり方とか鏡の大きさによって眉毛って見え方全然違うので、私は毎日眉毛描くときにまずカメラで外カメで撮って、この鏡1個、ここに卓上の鏡1個で、この目の前に巨大な姿見があって、もう3パターンで自分の眉毛を確認できるようにいつも動画撮ってます。それぐらい眉毛が私ヘンテコになりがちなので、ちょっと遠目の姿見で眉毛がちゃんと左右対称化を確認して次の工程に移る。やっぱメイクはね手間かけて練習した分上手になれるので、上手くなった時の達成感っていうのはね非常に気持ちが良いのですよ。眉毛描くとやっぱ形見えてくるけんテンション上がるな。それでは眉毛が終わったら今からお顔に陰影をつけていこうと思うんですけど、今日の主役がこちら、じゃ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 ーん、可愛すぎ。これは私が一番よく使う色で、後ろに穴があってひょこって押すと浮いてきた。おー、取れた取れた。こんな感じで取れまして、元はといえばこのクリアケースに入っていたんですよ。そうです、なんと光と影を自在に操れるビセザコントアカラーが単色入りで登場。20色という多種多様な質感のコントアカラーで、ハイライトが全12色、シェーディングが8色と種類がたくさんあって、自分の好みやその日の気分、メイクによって使い分けができるんです。優秀すぎない？さっき紹介したこのケース、これ別売りのカスタマイズケースなんですけど、こんな感じで自分だけのパレットが作れるので、よくねお化粧直しする部位ってそれぞれね違うと思うんですけど、私はねシェーディングとハイライト、ちょっと血色感があるようなカラーを入れてます。私が今回使うお気に入りのカラーは上から WT001、 そして BR351、 BR353PK800 でございます。でこれめっちゃ最高なんやけど、ハイライトとシェーディングの中にもパウダータイプとクリームタイプで分けられとって、実際にさっきのパレット4色出してみたんですけど、上の WT001 番はハイライトのクリームタイプ、そしてその下の PK800 番、ほんのりピンクがかったハイライトがこちらパウダータイプなんですね。で薄いシェーディング、濃いシェーディングで BR351 と BR353 を使ってるんですけど、これはどちらもパウダータイプ。同じハイライトでもねツヤの入り方とかきらめき方がねまた違って見えるので、これを買う時に一つに絞るってめちゃくちゃ難しいよね。まずはザ・コントワカラーのパウダーマットの BR351 使っていきます。これパウダータイプのシェーディングなんですけど、高粘度のオイルと低粘度のオイルがバランスよく配合されてるので、パウダーなんですけど粉っぽくない密着度っていうのが魅力なんですね。さらに伸び広がりの良さとも両立をしているので、思い通りに形が作れるんですよ。下の色取っていきます。今日はイチゴメイクなので全体的に曲線の多い童顔っぽい丸い作りにしていきます。なのであんま横は削らん。しかもこのザ・コントゥアカラー自体はまぶたにのせたり頬にのせたりマルチでね使えるようなアイテムなので、本当に光を入れたいところ、影にしたいところ、最近のメイクはねすごい陰影が大事なので、最近のトレンドのメイクがプチプラで完結できちゃうので、視聴者さんは何色でカスタマイズするんだろうとかすごい考えちゃう。みんなだったら何色入れる？4色だけ入れれるってなったら、まあ入れてるものも変えられるのでね。でそう、この353のカラーあるじゃないですか、これヘアラインメイクする時にも使える濃さなので、なんかパレットにさこういう濃い色も入ってたら正直眉毛の上からものせていいと思うし、こっちのチップでやればしっかり色がつくので、しっかり隠したいところはこっちのチップで塗ったりしてデコの丸さを作ります。大きな腕でやっちゃうとね全体的にボケてしまうので、こういうピンポイントにのせちゃった方がいいんだよね。そしたらこの WT001 取っていきます。クリームタイプは肌への密着性が高いオイルや軽く伸び広がる球状粉体っていうのがバランスよく配合されてるので、密着感とぼかしやすさっていうのを両立した特徴があります。発光度高いね。でちょっとこの薄めにピンク仕込んどこう。ほんのりした赤みでツヤもプラスされるので、普段あまりチーク入れないよって方にもおすすめ。
続いてがビスのザ・コントゥアカラーの OR200 を使って、これはね、血色感のあるようなベージュっぽい色合いで、パウダータイプでしっかりと密着するプラス伸びやすいので指で塗ってもムラになりにくく、すっごい使いやすいです。今回はまぶたベージュでくすみをね、吹き飛ばす感じでナチュラルにします。で、今の色を下まぶた全体に入れていきます。くすみが吹き飛んで血色感が出るので可愛い。そしたら続いてはビセのワイドトリックダブルライナーの10番使っていきます。影用のライナーとコンシーラー一体型のペンシルなので、まず涙袋に影入れるでしょ。で、そう、これ色がね、ほんのりピンクなので、それこそ今日のイチゴメイク、お出かけする時にね、これ持ち歩いてたら、いつ涙袋がなくなってしまってもすぐに応急処置できるので、めっちゃおすすめ。血色感出ながら今こっちだけ塗ってるんですけど、自然の涙袋が作れるので、春ってピンクメイク多いのでね、相性いいと思う。で、ちょっと黒目の下、まつげの生え際にこの影のラインを入れます。ちょっと黒目が大きくなるプラス涙袋も強調されるので、まつげの影、涙袋の影で影サンドイッチを作りましょう。どうでしょう、涙袋影サンドイッチやってみたんですけど、何もない方と比較すると結構中眼面がね、縮んでも見えますよね。もうコンシーラーと影用のライナー1個ずつ持ち歩かなくていいの便利よね。このコンシーラーもね、実はベージュピンクなので、ほんのり血色感が出るコンシーラーなんですよ。ここにもね、ちょっとイチゴの丸みっぽさを出して、で、まつげの生え際にピンクを埋め込む。可愛すぎる。美味しそう。イチゴ食べたい。香りもいいんだよね。うん。そしたらジェルライナーを使ってまつげの生え際に色を埋めていきます。今日はね、コンタクト最後に入れるね。色は柔らかい分、まつげだったりラインははっきりさせたい、なのでしっかりここは塗り込んでいく。やっぱまつげの生え際部分に色のせるとすごい形がくっきりして見える。今日はもうしっかりめに根元からまつげ上げます。最近ね、ナチュまつげ多かったんですけど、今日はグイングインとね、いちご姫のような存在感を出したい。続いてマスカラはラッシュボリュームマニアのブラック使っていきます。それでは根元からしっかりキャッチして塗っていきます。なんて言ったってこのマスカラは超ロングなので、その伸びの良さを生かしたい。ということで今日は束にしていきます。つけまを使わず、つけまっぽいまつげにしたい。完全に束にしすぎないようにちょっと抜け感を出しつつ、こっちだけ少し束にしてみました。ところどころね、束になってないまつげたちがいることによって抜け感が出てませんか。こっちも根元から塗ります。完全に束にしきらないのがポイントですかね。ちょっとナチュラルみを出したいので、もうちょっと束になってるじゃんぐらいの束感でいく。で、下まつげは全体にのせてロングみをしっかり出す、ナチュラル束を作っていきます。こっちもあれ、ナチュラルだけど束にしてるみたいな感じの、指でつねった方が早い。こんな感じでネジネジすると束になるの、すごいよねこれ。ねじるよ。続いてはビセのアンティークパステルライナーのアンティークココア BR381 使っていきます。このカラーはくすんだベージュっぽいブラウンなので、少し太めに垂れ目にラインを引いていきます。色がナチュラルなのでしっかり描いてもメイクがね、濃く見えないっていうのがこのラインのポイント。そしたら続いてリップを塗っていきます。まずは粘膜フェイクルージュ PK850 番うさぎの恋人つけていきます。ナチュラルのね、粘膜色でオレンジメイク、ピンクメイク、どちらにも合わせやすいような色合いです。このリップをまずオーバー気味にのせていきます。単色だけでもしっかり血色感与えてくれるピンクカラーで、コーラル色なので肌なじみもすごくいいです。唇の縁を1ミリオーバーする感じで塗っていきます。塗るとこんな感じ。ブルベ夏の私なんですけど、肌なじみも良くてね、お気に入りのカラーです。続いてが650番のチェリーのうぬぼれ使っていきます。唇の中心メインに濃い色をのせていくんですけど、ちょっと青みがかった色合いで、レッド系なんですけど、ほのかなピンクっぽさがイチゴっぽく、これからの春にもおすすめです。遠目から見るとこんな感じです。今日リップ2本使ったんですけど、もう1本リップ仕上げで使いたくって、それがこちらのビセエッセンスリッププランパーの BL900 クリスタルブルーでございます。
シアピンクをねすごい使ってたんですけど、なんと新色。色は出すとこんな感じで、そこまでね青みが強くないんですが、塗った場所に透明感が出るようなさりげない青みがたまらなく可愛い。これはグロスリップベースリップケアとマルチに使えるリッププランパーで、一塗りするだけでぽってりとボリューミーな唇に仕上がります。これもねイチゴの上から飴をコーティングしたかのようなツヤ感を演出してみました。ラメ入りなのでいろんな光に反応してキラキラするのがマジ可愛い。でちょっとさっき使ったね PK850 を頬の高い位置にのせます。そしてもう一度この PK800 番を取っていきます。で最後に仕上げに頬の上にのせていく。よりツヤ感を増させたい。ちょっと鼻下にもね影を入れます。でちょいとクマが出てきたのでコンシーラー点置き、最後はブラシでぼかす。それではメイク完成したのでカラコン入れて髪の毛を整えていきたいと思います。いってきます。というわけでヘア完成したんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとイチゴのようなね甘めの少女感をイメージしてみました。前髪分けてるからちょっといい感じにバランス取れてると思うんですが、うん、やっぱ温かみのあるメイクするとね、なんか春を楽しめてる感があるので、なんかメイクするモチベーションも上がりますし、そして今回ね紹介した美瀬の新作たち、本当にどれも私のごひいきアイテムでもあるので、ぜひ今季チェックするべきアイテムだと思います。美瀬はねドラッグストアで購入できるので、気になった方は色味見に行ってみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.